ちょっと覗いてみましょうか、ヴィレス様。ここは武道会場。ベジータ、おめえはオラに本気だ。違うか。こうでもせんと貴様は俺と戦わん。
たった一日で貴様は二度と来ぬ。そんなことでバカなこと。バカ、この俺にはそれが全てだ。魔人ブーのことなんかどうでもいい。こいつは俺の強さを、圧倒的な力を誇っていた。こいつに命を助けられたこともあった。アビディ、周りに誰もいねえ場所に帰ろう。いや、望み通り。それほどまで、オラと決着。こりゃ早く終わりそうにねえな。行くぞ。殺してやる、カカロット。とんでもねえ気に変化した。やっぱただもんじゃなかったんだ、魔人ブーチュは。知ったことか。俺たちの勝負には関係ない。嘘だ。おめえは完全に魂を売ったわけじゃねえ。引っかかったな。
やだ、うわ、まだまだ、ふっ、うわ、いや、やだ、うわ、うわ、まだまだ、くぞ、見してやる。勝負はお預けだ。どうやら貴様は魔人ブーが気になって集中できないようだからな。ベジータ、マジンブー、こんなやつさっさと殺しちゃえよ。わかったわかった、やったー。なんだおめえ、こんなに強いのにバビディの言いなりか。うるさい、余計なこと言うんじゃない。マジンブーは僕の家来なんだ、言うことを聞いて当たり前だろ。はい、
無駄だ。ベジータだってそれやっても無駄だったろ。やあ、スーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人をもう一つ超えてみっか。ほら！オラの本気見してやる。さっさとやろうぜ。俺がスーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れてねえんだ。やらなきゃ誰がやる！
トランクスの気が早く動き出した。西の都を離れ始めたな。もうそろそろに。そうか。うん。なんだ、ごてん。うん。わかった。おめえ父ちゃんに。なんだ。だったら。母ちゃんを頼んだぞ。うん。じゃあな、みんな。死んだらまた会おうな。ベジータ。よこせ。はい。ああ、やろうぜ。よこせ、早く。よっしゃ。ベジータとカカロットが合体する。ベジットってとこかな。分かったな。
さらに。バカな。あ、それ。見せてやるよ。こいつがスーパーベジット。焦りすぎだ。あぶねえな。せあ。さあやれ。カメハメハ。カメハメハ！やんじゃねえか。ほら、出てる。せや！ほら！そうだ！わかめ！ダメージを与えるっていうのはこうやるんだ。チクチョー！こんなはずじゃなかったか。まあそんなに落ち込むなよ。俺だって驚いているんだ。ここまで貴様をコケにできるなんて。行け、ゴーストども！本気出すか。受けてみな。そうだ。うん、だからそろそろ終わりにするか。10数えるまで待ってやるから、お祈りでもするんだな。くそ！さーて、果たしてうまくいくか。
カドット、すごい奴だよ。お前はなんとなく分かった気がする。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。守りたいものがあるからだと思っていた。守りたいという強い心が得体の知れない力を生み出しているのだと。確かにそれもあるかもしれないが、そう、今の俺も同じことだ。俺は俺の思い通りにするために、楽しみのために、敵を殺すために、そしてプライドのために戦ってきた。あいつは違う。勝つために戦うんじゃない。絶対負けないために限界を極め続け戦うんだ。だから相手の命を絶つことにこだわりなし。あいつはついにこの俺を殺しはしなかった。まるで今の俺がほんの少しだけ人の心を持つようになるのが分かっていたかも。頭に来るぜ。戦いが大好きで優しいサイヤ人なんだ。頑張れカカロット、お前がナンバーワンだ。トン、勝負はこれからだ。やらなきゃ誰がやる。勝負はこれからだ。
気に終わらせろ。一気に終わらせろ。やらなきゃ誰がやれ。うわっ、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 カカロット、俺に遠慮せずとどめを刺してしまえ。ああ、オラもさっきからそうしようと思ってたんだけど、なかなかそのチャンスがねえんだ。あいつを消してしまおうと思ったら1分間ぐらい気をためねえとな。1分間俺が何とか奴を食いとどめる。貴様はさっさと気をためろ。海王神たち、デンデ、あの玉でこの状況を見て。ベジータ、たまには地球の奴らにも責任を取らせてやる。始めるぞ、用意をしろ。元気玉、ウーが相手じゃ。いくらちょっとずつ元気を生き返った地球、少しずつではない、ギリギリまで元気を集めさせて。ベジータとやら、決め技にわしの元気玉を選んだところはナイスだぞ。さあ、地球どころか宇宙人にだって話ができるぞ。助かったぜ。聞こえるか、世界の人間ども。なんなんベジータ、みんなオラに元気を頼む。
めはすげえよ。よく頑張った。たった一人で。待ってんかな。ほら、もっともっと。またな。それ。お、早くパウズや。なんだよ、ちょっと。